500円で足りない。チーズ牛だ。チーズ牛の。やだ。言ってくれ、頼むわ。やだ。なんでやねん。やだよ。お前から誰行くねん。自分で行ってきなよ。無理やて。やだ、本当に。行けて。ねえ、今さ、ティッシュ買って帰ってきたんだよ。うん、牛丼行ってこいだよ。お腹痛い。お腹痛い。動けない。おはようございます。もう言っても痛い言うから言ってこい。自分で行きなさいで、いや配信つけたら無理っすね、うん、配信つけたらこっちの勝ちなんで。いや配信遅いよ、早いやろ俺、うん、やだ。休憩させて。なんで休憩させて。5分休憩して行ってんだら、うん、お金触りたくない。なんかだって牛丼って500円で買えるの1000円くらいするんじゃないの。せえへんよ、チーズ牛丼1000円くらいするでしょ、うん、割と引くわ。あ、30番さん、僕崩すよ、うん、女は平気でこき使うようなクソ男なんで、うん、あ、これ抜いてよかった。ええよ、かまへんよ。ご飯食べたけどちょっと腹減ってきて。またいい配信です。あのね、今日ね、重大発表あります、うん、超絶重大発表あります。まあね、どっかのね、誰かさんみたいなね、重大発表芸じゃないんでね、いちいちタイトルにはしません、僕は、うん、昨日ね、あの配信終わった後の、あと TikTok で配信してん、とんでもない悲劇起こったよとんでもない悲劇、うん、昨日 TikTok で放送したらね、なんと閲覧4です見てくれてる、登録してくれてる TikTok、 うん、行ってこいだよ牛丼。もうちょっと入ってこいで。5分の休憩はどうしたの。5分休憩したから、だからシステム厳しいから。いらっしゃい、うん、昨日 TikTok で閲覧4です。もうやめようかな。でも1000円稼いだよ、1000円 TikTok で。肝、皆さんね、ちょいちょい TikTok で放送していくんでね、あの TikTok の登録もよろしくお願いします。うん、昨日やったよ。何時だった配信した。4時頃、深夜の4時ぐらい、うん、深夜の4時ぐらいにちょっと TikTok でも一回配信しようかな思って、うん、やっちゃいました。閲覧 4桁ちゃうよ、4人ね4桁ちゃうよ、4人間違いないで、マックス閲覧7もうやべえ思ったわ、さすがに、うん、マッチ出身の人がなんで TikTok でさ成功するのか分かったよ。なんだよ。 TikTok だけをやってる人って、うん、謙虚さがない。あ、そうね、謙虚あるんだね、やっぱ俺たち謙虚からね、マッチの人たちのが謙虚さがあるって分かった、うん、入ってきて。だってさ、コラボした瞬間にさ、バトルですかっていうあの言い方、うん、ちょっとびっくりした。早く行ってこいで、早く5分休憩だってよ、うん、5分経ったから入ってきて、待ってんって。4分、まあ、覗かんでから、早く行って4分、うん、あと1分ある、覗かんでから。こっち今から仕事やねん、本業がね、本業が。俺が今から本業するから、お前、あんたはその本業のアシスト、わかる。行ってこいで、早く。あの牛丼の、あの、なんていうかね、明太チーズ牛丼。明太チーズなんてあんの。あるある、明太チーズ牛丼の並盛り。なかったら。いや、あるから絶対。なかったらの。あるから。なかったら。なかったら普通の牛丼でいいよ。チーズもいらないの。チーズ牛丼。明太子がいるの。いる。明太チーズ牛丼ね、あの、味噌汁と明太チーズ牛丼がなかったら、うん、チーズ牛丼、うん、でチーズ牛丼がなかったら明太子、うん、何言ってくれ、お前よ。あの味噌汁とあさりの、あとあれ、あの レモネード。レモネードね、もうなかった。この前に見たレモネード、うん、なかった。何があるの、ん、何やねんその目は、お前何こいつ、ほんまにダメダメつきしやがって、あいつ、うん、こんな田舎に行かせるかで、こんな田舎に行かせる俺は、うん、え、レモネードなかったっけ、うん、もうさ、何個って決まってんだ
あ、そうな。うん。じゃあ、行ってみましょう。あ、忘れた。札幌一番や。うん。鬼畜かて？鬼畜じゃないよ、別に。うん。全然鬼畜じゃないの。ねえ。ズボン下ろしてチンコしゃぶり言うのちゃうんやから、ちゃうんやから。そうじゃない。一緒に行かへんよ、そんなの。あ、あれもちょうだい。ちょ、おい、おい、ちょ、開けろって。ちょ、早押しって言うの、早く。いや、俺名前呼べへんね、あんまり、うん、あんまり呼べへん。妊婦にそんな態度して相手も飛ぶと思ってるのがクソだって。妊婦でも普通に働く人おるよね、いっぱい。妊婦でも普通にバリバリ働く人めちゃくちゃおるからね。じゃあ、あるんか、いえ、あの札幌一番の袋の麺あるやんか。はい、うん、もうええってお前、ゲーセンで。え、さっきあの札幌一番の、札幌一番の醤油ラーメンと味噌ラーメンと塩ラーメン。え、なんでお家に味噌だったらあるじゃん。え、味噌いらんねん。塩と醤油もいるの。え、三つも食べんの？一応な、ストックで。は？ストックで。ね、それってさ、じゃ違う店にも行かないといけないってこと。まあ、そうだろうな。うん。え、じゃ24のドラッグストアとかに行かないといけないってこと。まあ、そうだろうな。うん。行けよ。靴下入っちゃう。早く靴下。買いでしょ。行きだよ。そんな芝居ちゃうねて。13回もええやん。はい、もういい、はい、行け。はい。急げ。時間ない。え、500円しかくれなくて。小銭入りだね、小銭。小銭入りだろ、お前。500円なんやねん、お金はないと思ってる、お前。金を。リスナーさんからいただいた500円だぞ、花火でね。髪の毛いいからさ、誰も見えへんから早く行きな。ちょ、はい、切っても何やねん、その目、お前。500円とか舐めとんのかで、500円足りるやんな。足らん、足らんか、出しとけや、うん、領収書も届いて。ということで皆さんね、改めましておはようございます。ふわっちの台風の目、たかしです。事件あるところにたこしあり、これ有名な話ね。でね、皆さん、ふわっち大炎上ニュースはちゃんと見ましたか？見た？大炎上ニュースちゃんと。でもあつしの話は後でいいから、見た？見てない？まさかのふわっち大炎上ニュース見ないで俺の放送枠に文句言ったやつおらんよな、うん、あ、パルちゃん電話あってん、マリオから。何やったやろ今日、うん、俺ごめんごめんごめん、大炎上ニュース見てなかったん今日ごめん。あの、どんな内容だった教えて。いや、寝てました僕、すいません、寝てました。あ、アツシのことで電話したんか。マリオから着信入ってからわからんかってん、うん、ごめんなさいね。あ、その件でか、ごめん、むちゃくちゃ寝てた、うん。あ、それか、ちょうど12時40分ぐらいに着信入ったから、多分あ、大炎上ニュースの件なんかなと思って、うん、それで電話でな、オッケー、分かった。それは本タイトルやった。うん。本タイトルで電話だな。
まあ、昨日の話なんけどね、うん、昨日の話なんけど、うちのガチの弟がね、120万外しを食らった時マジでバカだなあいつ、うん、黒田だけだね。まあ、それぐらいやね、うん、それぐらいですね。あとは、うん、篤どうなったんて、まあ、篤の話もちょっと、ね、今からすんねんけど、まあ、ちょっと今日放送外でね、またビールさんが着信あってね、うん、配信外でビールさんが着信あってんけど、うん、なんかね、ビールさんね、結婚どん作らすかい。あ、牛丼買いに来ました。はい、牛丼買いに来ました今、うん、そう、ビールさんが配信で着信電話あったんですけど、あのね、なんかね、配信外で言われたのが、天然さんやったら心開けるって、うん、どうやらね、彼はね、今心閉ざしてるようやね、うん、でね、どんな電話してたかって言ったら、まあ、ちょ詳しくはあんまり聞かんかったんけどね、なんかね、小さい時になんかもうすごいことやらかしたらしいわ、もう人には言えんぐらいの、その内容っていうのはあんまり聞いてへんけど、うん、あ、牛丼いたよ、ありがとう。その内容っていうのはちょっと あんま聞かんかったんけど、なんせね、なんかこう ややこしいんて、今地方検察庁に知見あるでしょ、地方の検察庁と、なんか今こう、なんかごちゃごちゃしねて、うん、あの人今、まあ、どっちにしたかって言えば、なんかもう変なことしかしてへんから、うん、なんかそれを配信ない今日電話あってね、俺、いやもう、いや知らんで、何したか知らんで、うん、放火かなんか知らんけど、なんか結構ね、昔にすごいこと、すごい事件もやらかしらしいわ、うん、あの人、天然さんやったらね、心は開けると、うん、火薬さんとかやったらちょっとね、すぐに警察芸とかあんなんするかちょっと嫌やねんみたいな、うん、ビールさん、うん、なんか多分酔っ払って勢いで電話ってやんな俺今日、うん、酔っ払って勢いで放火してここした人がいる、それがビールさんってこと、ビールさんが放火犯ってことちゃうやんな、うん、まあどっちにしたかというと、何の電話かよくわからんかったんけど、うん、まあ火薬さんはちょっとあんまりよろしく思われてへんらしいわ、うん、でもし火薬さんがビールさんの家に行った場合ね、ちょっとね、お行儀を教えると、うん、行儀を教えたるみたいな言い方してたよ火薬さんに。これが配信外のね、今日の出来事ね。あ、そうですかって。天然さんは火薬さんのことどう思ってんのって、うん。ぶっちゃけどう思ってんのって。いや、別に何とも思ってないですね、みたいな。よわからん、あの人よわからんよ。下手したら火薬さんが、あ、え、火薬さんって今日ビールさんち行ったの、ビールさんちは行って、いや、なんでそこで配信する、これ家やんか、うん、思いっきり家族ファミリーめちゃくちゃおんのにさ、無理やん、うん、さね、他の配信者みたいにさ、いつでもどこでもさ配信つけるたんやけどさ、もうなかなかね、配信つけるタイミングってやっぱ伺うわけよね、うん、あ、じゃあ今日行ってないんや、うん、あ、部長山だな、まあ、あいつは今どええんやけど、俺そういう電話がありました今日ビールさんから、うん、それぐらいちゃう配信外、火薬さんもだからもうね、ちょっと今結構ね、ビールさんからあんまりええように思われてへんから、うん、だからいつも見たく外でやったらええやん、それお前の考えな、うん、ほっとけよ俺のことなんかもう38番お前この野郎よお前、え、
今回も忖度する、忖度っていうか、まあまあビールさんはどっちにしたかで、火薬さんはね、よろしく思ってないよ。今日荒ぶってるよ、これ。昨日パチンコで負けたから。荒ぶってます、今日。で、今日ね、なんとね、視聴者プレゼントあります。大人気コーナー、視聴者プレゼントありますよ、リスナーさん。来てよ、来てよ。来てよ。大人気コーナー。絶対に得する。うん、おるんよ、なんかどこどこでしたらええやんとかさ、もうほっとけと思うんだよ俺最近。これは視聴者プレゼントは何個あるんかな、うん、もう山田どうでもよくね、うん、ぶっちゃけさ俺山田どうでもええんよ今ね、自分のことでむちゃくちゃ精一杯やから、うん、ねえ、うん、あ、謙虚にね、すいません、謙虚に行きます、謙虚に。あ、何もらえるのって、まあ、それはね、ちょっと後から話すんやけど、でとりあえずね、山田はどうでもいいね、今、うん、もうさ、もう名前さ、出さんくてもよくね、山田って、じゃない、いるふわちに、山田って。いるの山田って、いらんでしょ。じゃあもう名前すら出さんでいいやん、うん、山田嫌いなんて、いや嫌いじゃないですよ別に、うん、全然嫌いじゃない。あいつホラ吹きやから、まあ、配信者はねみんなホラ吹きって言われてるけど、はい、こんばんは、うん、でみんなね、俺が放送始まるまでどこほっつき歩いてた、うん、どこほっつき歩いてた。いや、大手ディスってみんって俺ディスないことないやん。ディスられたらディス返すぞ。バチクソに言ったるよ俺マジで、うん、5番さんディスられた言うよ俺は。機長さん、ゆあちゃん配信したいね。今ちょっとアカウント消したんで、もう一般です。森スロット、え、俺の配信の楽しみに待ってくれたわけよね、やっぱ、うん、政治ね、ゼロワンの飯テロ、キチョピで、ね、一応これだけ約束して、何時まで折れる、うん、何時まで折れるかな、みんな今日何時まで行ける？時間。今日もう、わしそろそろ明日仕事だから寝るわとかな、なしやで。うん。あ、1時？だいたいな、うん。あ、2時ぐらいか。もうちょい無理。うん。今日配信内容濃いですよ、ちなみに。うん。お前家でノーノーと配信してるけど、なんもないよって、今日配信内容濃いです。むちゃくちゃ下手したら昨日より濃いです、うん、あ、最後までね見てね、うん、ゆあちゃん今牛丼買いに行ったよ、牛丼。あ、僕放送だけですよココさん、うん、日中はどっちかっちゃうね、なんか俺結構バラバラなんですよね、うん、夜放送したり朝放送したりね、うん、結構バラバラよね。やっぱね、やっぱ いろんな配信者さんがやってるさなかさ、あんま配信つけてもね、うん、何もしへんよ、うん、いやほんまやったら今日配信ちょっと やめようかな思ったけどさ、うん、ちょっと今日これやめれんよ思って、俺やっぱ配信のやから配信つけちゃったよ、うん、配信いや俺の別に伸ばせへんよふわちいち、全然伸ばせへんよ。他にひどい配信者もっとおるわ、うん、でね、とりあえずね、昨日
うちの弟がね、事件起こしました。うん、事件ね。で、それどういう風な事件かって言ったら、120万円をね、嫁はんっていうから、元嫁はんの財布から引っこ抜いて、パチスロで使い込むっていうね、最低な事件が起こったんですよ。で、それに伴ってね、元奥さんから僕のところに電話あってね、お兄さんね、お金貸してもらえませんかっていう、こんな電話が来たんですよ。実は。いや、もう初めてでしょ。2回目やわな、2回目。で、2回目なんやけど、で、もうなんかもう結構ギリギリの生活してるんで、うん、いや、一気にじゃなくて、パチンカスあるあるで5万抜いて、3万抜いて、2万抜いて、それが4月の10日かららしいね。うん、4月の10日ぐらいかな。うん、仕事もしないね、実は。配信で仕事してますって言ったけど、実はパチスローがほんまの仕事やってる。そう、俺もアツシの配信っていうのをね、ほとんど見てへんからさ、俺分からんかったんけど、配信業嘘、いや配送業嘘やったんですよ、あれこれやったんですよ、うん、奥さんの口座っていうか、おばあちゃんの口座をその奥さんが預かってんやで、うん、管理しんやて、うん、おばあちゃんの口座を。後見人っていうの、ちょっとよくわからんねんけど、その辺だな。うん、で、いや、嫁さんとは連絡取れてん、昨日ね。で、今、淳どこおるんですかって言ったら、いや、今、コンビニにいてます、みたいな。うん、で、その配送業っていうのも、その給料のまま発生するやんか、配送業はしてないで、してないねんけど、奥さんの口座からお金抜いて、そのお金抜いたお金で配給料という形を渡したらしい、うん、お前がサトシかて、もうタカシやお前、崩すね。いや、リスナーまで騙したっていうか、知らんで俺その配信は、もう見てへんからさ。どういう配信してたかさ、だからアツシが配信した4月やから、あれアツシ配信デビューしたの4月ぐらいだっけ、うん、4月ぐらいだっけ配信って、うん、結構遅くまでやってたで配信。それで仕事しないときやんな、うん、ほんでふわっちで稼いだ20万とかっていうのも、それも全部、まあ、それは私らしいね、うん、ふわっちで稼いだお金はな、20万ポイントかなんか、うん、それは私らしいけど、やばいやあいつマジやってること。仕事はないよな。仕事はこっちっすね。でっでっでっで、バフバフバフみたいな。こっちが仕事やね、うん。パオンって言ったの？あいつ。アイテムもらって。アイテムもらってパオン言ったの。そら終わるわ。うん、誰やで言わしたやつ。いや、離婚してんねんけどな。よくわからんよな。離婚しても一緒に住むっていうのが、離婚して一緒に住む理由が分からへんよね。いや、女の家かどうか知らんで、うん、女おるんかな、別に。
だから淳に花火投げたのに残念や。124番さんね、もうそうやって打ち投げてよ。もうおかん入院しょう のに帰ってこんのに最低って言ったこの言うことを廃止、マジでそんなんしないつ、うん、あつしうちの弟っすね、うん、うちの弟。ほんでね、これさ、俺昨日岩ちゃんから聞いてんけど、大阪帰ったやんか。大阪帰った時にあの俺んちのねフローレのトイレのね、あのなんちゅうの上のティッシュ置くとこあるやんか、ベンジの上のティッシュケースっていうか、あそこ開いてらしいね。あそこが岩ちゃん曰く、あつし女おるんちゃうかみたいな、うん、分からん、なんか隠し団とかな。あそこ確か閉めて出たはずやな、私これあなんとか開けっぱにすることないもんな。いや生理用品っていうか織物シートあんねんな確か、うん、匂いますね、トイレだけでうまい114番、うん、でお酒の空き缶あったやんか。家帰ったらさ、あ結構お酒の空き缶あってん。でお酒の空き缶のその種類がなんか女の人が飲むようなお酒の種類がねちょいちょいあったみたいな、うん、いや俺マジでフローレに女でボコボコにするよ俺マジで。お前この夜お前舐めとってるお前。パンパンしてる可能性あります。いや僕に投げてね、ワンツースリー、うん、ちょっと行動のパターンがちょっと意味不明やからさ、うん、いやデリとか呼ぶか、うん、俺ちなみにデリは呼んだことない、うん、一回も。デリ行くぐらいやったら篠山行くわ俺。リスナーなんかな。でも配信始めてまあもまあないのにさ、そのリスナーとかとそんなすぐなる、うん、そういう関係にある程度信頼関係築いてからさ、そういう風な関係なんか話わかんないけど、うん、いやあれからしない俺は連絡は、うん、いやならんやろ配信始めて 1,2 ヶ月で出会い中する、うん、あインターホンね、LINE なんちゃらってなんなの知らんねんけど、インターホンチェックか、うん、え、ツイッターあんのあいつ、ツイッターアカウントはあんねん確か。そうそう俺フォローされてたらツイッターアカウントあんねんけど、ツイッターに LINE QR のしないつ一丁こ前に、え、マジで言ってんのそれ。俺ですらそうしたことないよ俺、ツイッターにあの LINE の QR 載せるとか、うん、いや金額はね言われてへんよ、うん、金額はいくら貸しとか言われてへんけど、今日のファッション見ますか。今日のファッションこれです。いやリスナーおらんやろ、うん、普通は載せへんよね配信者、まあ、たまにね載せてはる配信者いてはんねんけど、うん、これギャップ、うん、来やすいよ。俺よりポンポツやったわマジであいつ、うん、俺も大概崩れたけどね。これサイズは LL ちゃうかな、
俺が買ったんちゃうか分からへんねこれ、うん、俺が買ったんちゃうかな。あ、ツイッターの QR の貼り方な、うん、ガチ恋っぽいのおったの赤だしそれちゃう。でもね、ガチ恋の人ってさあんまりさアカウント出せんよね、うん、そこまで出すかな。あ、キツネでリスナー層バレへんようにしんねや、うん、あ、キラコメばっかりの放送枠な。カウマ伸びんわもうあんな、うん、赤だしもらんねや、ね、あの放送外で放送外であれやんな、こんにちはみたいな感じやんな、うん、いや、俺が返さなあかんの、俺が返さなあかんの。いや、奥さん連絡つくよ、うん、ちょいちょい、ちびっこきだ。パチ屋で目撃されてる米で、パチ屋で目撃されてる米で店言われてそこにいましたって時あった。キングオブキングスちゃんそれ、うん、大阪支部長の源ちゃんに消息フローレの出入りを別に俺大阪帰ってもええんやけどな、一回、うん、もう一回ゲンさん今名古屋やろ、名古屋って無理やん、うん、こんばんは、うん、すげえで120万、よくそんな前にパチストレートおかしいよなあいつ、うん、どんな台車負けるの、そんな今のパチストレートで120万で負けれんの逆に、うん、どうすんのそのお金でも言われてもさ俺無理やで今、うん、現状奥さんにはちょっとねまた電話するかいで、え、アツシのスロットの師匠ってやつ、あ、スロットの師匠おんのそれは知らんわ、うん、それは知らんな、うん、前回と合わせて、まあ、240万やね多分、うん、240万18番さ、あのなんかモンジョリタックとか行かせてくれる簡単に言うけどさ無理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 、ダメダメそんな、うん、甘いよ考えが、そんなんでねモンジョリタイプハウス行くとかなったらさ、じゃあ俺も行けるんかってね配信していっぱい出てくるよね、ゆわちゃん今牛丼買いに行った、牛丼
母ちゃんの法廷後継後継後継人かな、後継になったお金を使ったんだよね。奥さん今どうなってるか聞いてみた。あ、聞いてみたよそれ。うん、なら生活がギリギリで、うん、どうだろうこうだろうみたいな、生活がギリギリでちょっとねってお兄さんお金貸してもらえませんかって、で その口座になんかお金置いとかなあかんねんて、うん、でお金置いとけへんかったら何かな、なんかその後継人が剥奪されるみたいな、なんか ややこしいね、ちょっと分からんねんけどね、うん、なんかそんなんあんねんて、そうなんか確認みたいなやつね、俺 そんなんしたことないから分からへんよね。いや、あんまネタにしたくなかったんけどな、うん、ネタにしたくなかったんけど、ネタが ないもんで、うん、120万どうすんので、俺が聞きたいよ、どうすんので、うん、離婚したのに一緒に住んでんねんけど、もともとはね、うん、あ、そうなんや、もともとはね、俺の家に住所移して、で奥さんがあの何て言うかね、子供のやつ、子育て支援ちゃうわ、何だっけ、あ、母子手当もらうみたいなこと言うとってんな、お兄さんのフローレに住所を貸してもらえませんかみたいな、うん、でも俺さ配信してが無理やんそんなん、うん、配信してるから、これ配信しなかったらさ別に構わへんかって言うけど、俺配信してからさそういうのやったところでさ全部不正受給がね、不正受給って言われるからそれはできひんよねやっぱ現実。いや、アツシの住所は多分ね、今ね、いいやと思うで。うん。ちょ、わからんねんけど、そこ。フローレに移しへんの、絶対。いや、アツシ、今日もまだ、いや、知らんねんな、それ。電話するか。うん。アツシのその後。昨日あれからさ電話あったから着信入るかなんだけど、もうそれっきりもうないっすね連絡。消えてから何してるのっちゅうか分からへんねんそれが。配信つけても応援されへんやろ、応援されへんと思うで、そこまで応援しようって思う逆に。ヒロシにも連絡する、うん、たかしヒロシアツシとおるんやけど、たかしヒロシにはもう連絡使わないです、だから奥さんと一緒に。あれさ、でも収入のない旦那やったらさ母子手当もらわれへんの。例えばさ旦那がニートで収入が全くありませんやったらどうなの、ただのなんか同居人みたいな、うん、それで収入があったらよろしくないけど、メシアメシア、どれメシ食おう、どれこれか、これよ
離婚してる、してるしてる、うん、もう何これ味噌汁、味噌汁ね、うん、サラダいらん、え、でも1個の家で2人とも世帯主ってなれるの、うん、1個の家で無理やろ、なれるよ、なれるの、うん、あ、マジでそれやったら別に不正受給なれへんじゃん、うん、なれるけど関係性がさ、ないから難しいよね、うん、あ、なれるんだ、でもそれ1個の家で世帯主2人って意味わからなくない、どういうメリットはってなったの、うん、一つ、ね、一つ屋根の下でさ、世帯の二人おんねんで、俺意味わからんねんけど、マジで、両親と生活してる人とかって、ああ自分で世帯持って別世帯に世帯するよ、あ、そうな、税金関係、世帯分離できるよ、ありがとう、まあ、ちゃん、あれ、買ってきた味噌ラーメン、うん、味噌ラーメン、札幌一番、うん、これ美味しい、味噌じゃないでしょ、これね、バター入れて食ったらめちゃくちゃうまいね、これ、うん、これどっち食べたい、これイチゴ、こっちは何、わかんない、イチゴと何、これわかんない、どっちこれ、こっちこれ、こっちパチパチなんだって、こっちこわ、めちゃいちごがいい、こちらね、あの、たかしの深夜食堂ね、うん、今日の深夜食堂牛丼のこれ、お前チーズ、明太入ってへん、これなかったよ、なんでやねん、売ってへんよ、ふざけんなよ、お前限定やて、え、明太子のやつは期間限定だって、明太子ないん、せやろお前、ふざけてんなマジで、ではね、食います、これ見えるわ、うん、お前ふざけてるわ、俺何ふざけてんの、なんかふざけてる俺、チーズ牛丼いただきます、あ、高菜麺でし、高菜麺でしまった、高菜明太あった、うん、これでいいよ、高菜明太にお家でチーズチンしてのければよかったね、これ食べていいのサラダ、奥さん今すぐ一回、うん、時間考えよ、いけるよ、ですよね、うん、ですよね、あつしましょうか、一回逆にこの時間なんか出やすい時あんねんて、奥さんはねえ、
あの中途半端な時間が、うん、あの中途半端な時間が一番ね、あの出にくいね、うん、子供ね起きてるから。